アメリカンフットボール、かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やりちゃです。令和5年9月10日、場所は神戸須磨にあります慶明学院グラウンドにて、2023全国アメリカンフットボール選手権秋季大会の兵庫県予選の一戦、県立星稜高等学校METEORS対一律西宮高等学校ウェザーコックス、県立三木高等学校バイパーズ、六甲学院高等学校ボープテイルズの3校合同チームによる一戦がまもなく行われます。試合開始15時キックオフ予定です。現在両チーム試合前のウォームアップを終えまして、その最終調整のミーティングに入っております。両チームのご紹介をさせていただきます。本日はメインスタンド側でホームチームという形でこの試合を、割り当てられております。県立星稜高等学校METEORS、本日はホームチームということでホームカラーのブルーのユニフォームをまとっております。兵庫県の中でも歴史ある県立のアメリカンフットボール校であり、かつては1990年代関西学院とともに兵庫県において一二を争う強豪であり続け、その名を轟かせていたチームです。現在は多くの私学、そしてさまざまな県立高校を台頭してきたこともありまして、その地位をいささか離れている状況ではありますが、現在もその伝統あるパスオフェンスを武器に兵庫県においてその名を轟かせております。対しまして本日バックスタンド側に陣取りまして、アウェーユニフォームホワイトでそのチームのカラーを統一しておりますのが3校合同として今回参戦しております、一律西宮高等学校ウェザーコックス、県立三木高等学校バイパース、六甲学院高等学校ボブテイルズの3校です。一律西宮高等学校は2018年部員11名というギリギリの状況で全国大会出場を果たすという快挙を成し遂げた学校でもあります。多くの大学での実績もあり、また社会人においてもその名を轟かせております名門校ではありますが、現在その部員が厳しい状況もあり、そして今季は1年生が多数在籍するということもありまして、合同チームとしての参戦となりました。他2校も同様の状況にあります。六甲学院高等学校も近年は優勝争いに戦々躍り出ておりましたが、今シーズンはその部員もほとんど大半が1年生を占める状況でありますので、同様の形で合同としてまず実戦経験を積むという格好をとっております。県立三木高等学校は兵庫県において唯一の京阪神地区にないアメリカンフットボール校であります。そしてしかも県立校ということもありまして得意性の強い高校でありますが、その荒々しくも非常にたけだけしいフットボールは印象に残るチームであります。近年は単独参戦かなり厳しい状況にはありますが、しかしこの合同チームの中でも1年生が多数在籍しておりまして、将来非常に期待が持てる形の今季参戦という形になっております。この両チームによります一戦が間もなく行われます。本日は撮影箇所をバックスタンド側にさせていただきましたので、スタンドで観戦いただいている方々が映ってしまいますが、その点ご了承いただきたいと思います。早速チャット欄にも応援メッセージが入っております。ポンディ様頑張れというメッセージありがとうございます。4校いずれかの関係者、あるいはその4校の奮闘ぶりに期待をしているという形のメッセージかと期待をさせていただいております。他の方々もぜひ忌憚なく選手たちへの応援メッセージをお願いいたします。両チームフィールドに入りまして、まもなく試合開始となります。令和5年9月10日、場所は慶明学院高等学校グラウンドにて2023全国アメリカンフットボール選手権秋季大会の兵庫県予選、県立星稜高等学校METEORS対3校合同市立西宮、県立三木、六甲学院合同チームによります一戦が行われます。これより試合開始前のコイントスを行います。慶応様、メッセージありがとうございます。六甲学院の OB の方ですね。昨日の広島大、山口大学の試合の配信に関しての御礼もありました。できる限り多くの方々にさまざまなところで活躍しておりますアメリカンフットボールの試合を今後も配信させていただきたいと思っております。機会叶いますときにはぜひご視聴ください。また本日の一戦もぜひ応援をお願いいたします。コイントスの結果、星稜高校キックオフ、3校合同チームリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター8分の正式掲示で行われます。さあ両チームフィールドに散りまして、まもなくキックオフです。まずは星稜高校のキックオフで試合開始となります。キックオフキッカーは星稜高校87番の東畑、長谷谷中学校出身の1年生です。星稜高校、そのキックオフを1年生に任せました。リターンしますのは合同チームは4番と28番が配置しているようです。さあリターンチームどこまで返すか。密集点をつきまして自陣35ヤード付近の攻撃位置を得ました。この位置から合同チームの攻撃という形に変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し、攻撃権を更新するか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは合同チーム自陣35ヤードに近いの攻撃という形になります。合同チーム自陣35ヤードからファーストダウン10、 1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。まずはランニングバックに手を出しました。ハンドオフを託されましたランニングバック20番、中央突破図らんと密集点飛び込みましたが、しかしこれは相手ディフェンス陣が殺到しましてゲインほとんどありません。むしろ1ヤードロスという形になっております。アメリカンフットボールは全身をゲイン、交代をロスと表現します。先ほどのキャリアはラン曰く20番のプレイヤーでした。合同チームセカンドダウン11、2回目の攻撃です。攻撃権更新必要距離は11ヤード。これも星稜高校のディフェンス殺到します。今度は遅いタイミングでドロープレー、パスに見せかけたランプレーを展開しようとしました。しかしこれを星稜高校5番素晴らしいタイミングで中央に切れ込みまして、このランプレーを4ヤードロスに変えています。素晴らしい反応をしましたのは星稜高校5番の坪田、伊吹台中学校出身の2年生です。合同チームサードダウン15、攻撃権更新には厳しい距離が残りましたが、この15ヤード突破をここで図らんとします。パス不成功。ここで攻撃チーム合同チームは攻撃側が開始地点より後方より1回だけできる前パスを敢行しました。しかしこれによるパスは通らずパス不成功となっています。前パス失敗ですとボールは元の位置に戻され攻撃権は1つ失います。従いまして合同チームフォースダウン最後の攻撃権になります。さあ合同チーム、このフォースダウン最後の攻撃の機会をどのように活用するでしょうか。合同チームフォーメーションを変えました。パントフォーメーションを取ります。パントはキックによる陣地挽回を図るプレーです。しかしこれにより攻撃権を失いますが、さあどこまで返せるでしょうか。パントは1番低い弾道になりましたが、このパントによりましてボールを相手陣に押し返す形に成功しました。この押し返されたボールが止まった位置で攻守交代となります。まず合同チームの最初の攻撃は結果的に4回で終わり、攻撃権を譲渡する形になりました。このようにアメリカンフットボールは4回の攻撃権で攻撃を継続し続けるか、相手奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指す競技です。さあ攻撃権は変わりました。今度は星稜高校の攻撃に変わります。星稜高校自陣32ヤード付近からのファーストダウン10、 1回目の攻撃に入ります。さあまずパスプレーから入りました。右に展開したレシーバー8番に真横に投げるヒッチパスを投じ、そこから8番の走力でキャッチアンドランを図ります。これによりまして効果的に約6ヤードのゲインとしました。鮮やかにキャッチアンドランしましたのはワイドレシーバー8番の納め、清新中学校出身の2年生です。星稜高校セカンドダウン4、 2回目の攻撃です。攻撃権必要距離は4ヤードとなっています。パス不成功。ここでクォーターバックは奥に走り込んだレシーバーへのパスプレーを展開しました。一気にロングゲインを図らんとしましたが、しかしこのパスはショートしパス不成功となっています。攻撃権を1つ失いサードダウンと変わります。現在フィールド上ではタイムアウトが取られています。シグナルコールが確認できませんでしたので、どちらのタイムアウトだったかはちょっと定かではありません。申し訳ございませんが、現在タイムアウトが入っております。さあ試合再開となります。星稜高校自陣40ヤードからサードダウン4、 3回目の攻撃です。攻撃権更新必要距離は4ヤード。 QB サーク。ここでクォーターバックが下がりましてパスを投じようとしましたが、すかさずその状況を見計らいまして合同チーム66番がラッシュしまして、このプレーを阻止しております。2ヤードロスを奪いましてフォースダウンと変わります。素晴らしい対応をしましたのは合同チーム県立三木高等学校の66番の福村、この南中学校出身の2年生です。さあこれによりフォースダウンに入りました星稜高校、こちらもパントフォーメーションを取りました。パンターは8番の納めが入っております。ナイスパント。このパント転がりよく、ボールは点々と奥深くに転がりまして、結果的に合同チームの自陣17ヤード付近の位置で止まりました。この位置での攻守交代となります。双方とも攻撃においては最初の攻撃シリーズは4回で終える形になっております。さあどちらが突破口を見出すことになるでしょうか。攻撃権は合同チームに変わります。さあ合同チームの攻撃、自陣17ヤードからファーストダウン10。さあ中央へのランプレー、モーションとシフトを組み合わせましてランニングバックに手渡しまして中央へのランプレーを敢行しました。キャリアは21番、その体育を生かして中央突破を図りましたがゲインは1ヤードとなっています。キャリアとなりましたランニングバック21番は県立三木高等学校のフランシス、社中学校出身の1年生。合同チームセカンドダウンナイン。パス不成功。クォーターバック1番プレイアクションから右にロールアウトしてパスを投じようとしました。プレッシャーありコントロール定めることできずパス不成功となっています。ダウン1つ失ってサードダウンに変わりますが、ここでホイッスル、ここでウォーターブレイクが入ります。アメリカンフットボールは双方とも、審判団の判断によりその時の天候気象条件に伴いましての判断でクォーターの半分でレフェリータイムアウトを入れることがございます。本日は季節柄まだ残暑残る状況でもありますので、熱中症対策としてここでレフェリータイムアウトが入っています。合同チームサーダウンナイン。クォーターバック1番プレッシャーある中なんとかこれをかわさんとスクランブル、緊急発進のランプレーでこれを突破図らんとしましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンと変わります。対応しましたのは市立西宮高等学校クォーターバックの秋田屋、中華同文中学校出身の2年生です。このパント弾道低かったですが、かえってリターンすることが困難とスルーされる形になりまして、結果的に星稜高校陣40ヤード付近で攻守交代となります。ロメオエース様、クレイジーフロック様、Please calm down and live commentary、 落ち着けというメッセージですね。性分です。慌ただしい会話になってしまいますが、できる限り落ち着きたいと思います。ナイスディフェンス。星稜高校をまず外に展開した22番へのヒッチパスを投じましたが、これを見計らってゴールドチームの4番が素晴らしい上がりを見せて約3ヤードロスを奪っています。見事な反応をいたしましたのは合同チーム一律西宮高等学校の4番有本苦楽園中学校の出身の1年生です。ロスヤード4ヤードに訂正します。星稜高校セカンドダウン14。今度は左方向へのランプレー。すれ違いざまにランニングバック35番に手渡しまして、左オープンをつかせました。しかしこれも合同チーム見事対応しまして、1ヤードロスを奪っています。星稜高校サードダウン15の状況になりました。ボールオンは自陣35ヤードの位置にあります。さあこの距離を突破できるでしょうか。星稜高校合同チーム、これを防げるでしょうか。パス成功。ナイスパスカット。ここで星稜高校が選択したのはパスプレーですが、これを見事にカバーしており、そしてディフェンス4番見事にこのパスをカットしました。あわやインターセプトとなる素晴らしいディフェンスでした。星稜高校フォースダウンに変わります。ここでトラブル。合同チームここでリターンを試みましたが、この時にリターナーがボールをジャックルしまして、ボールをロストしました。幸いこれは合同チーム22番が抑えた形ですが、審判団ここで膝をついたという判断しまして、ここでプレーを終了しています。結果的にこの位置で攻撃を譲渡する形とか攻守交代という形になります。先ほどのプレー、若干審判団のクイックホイッスルがあったかもしれません。しかしアメリカンフットボールではそのホイッスルは最も重要な判定基準となっています。そこでプレーが終了したことによって、ここで試合の継続という形になると思われます。先ほどのプレー、コーチ陣からのリクエストによりましてオフセットとし、もう一度リプレイする形、同じ状況でリプレイする形になりました。本日は合同チームを迎えての一戦ですので、ローカルルールが適用されています。従いまして星稜高校、フォースダウン15でパントフォーメーションリプレイという形になります。合同チームリターンに入った。なんとかリターン先行しましたが、星稜高校57番食らいつきまして、このリターンを食い止めました。この位置で攻守交代となります。果敢にリターンを試みましたのは、市立西宮高等学校出身の4年、ナンバー4有友、苦楽園中学校出身の1年生。それを阻止しましたのは星稜高等学校の57番の大野、長谷谷中学校出身の2年生チームキャプテンです。さあ合同チームのファーストダウンに入ります。さあパスが通っている。ナイスキャッチ、ナイスゲーム、ファーストダウン。ここで合同チームクォーターバック1番、中央に切れ込んだワイドレシーバー28番にパスを通しまして、28番そこからキャッチアンドランし攻撃権更新です。合同チームファーストダウン。見事なパスを投じましたのは合同チームの1番市立西宮高等学校の秋田屋、中華同文中学校の出身の2年生。取りましたのは、レシーバー28番、これは六甲学院の、三山、六甲学院中学校出身の2年生です。さあ今度はランプレーを投入しました。キャリア0番にハンドオフしまして中央突破を図りましたが、しかしこれは星稜高校のディフェンス集まりよく、ゲインは1ヤードにとどまっています。キャリア0番は三木高校の古谷、横浜中学校出身の1年生です。ここでホイッスル。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、県立星稜高等学校0点、3校合同チーム0点、両者無得点で第2クォーターに移ります。